はい、こんにちは。今回はダウンして立とうとしますが、脳が揺れているため普通に立っていられない怖い形容シーンを紹介いたします。コーネリアス K9 バンドレッジ、サクー後に IBF 世界スーパーウェルター級王者となるコーネリアス・バンドレージと15戦全勝のセシェフ・パウエルとの対決は、開始早々相打ちで両者ダウンを喫し、両者立ち上がったのですが、パウエルがすかさず左ストレートをヒットさせ、バンドレージは再びダウンを喫しました。バンドレージは立ち上がろうとするのですが、何度も崩れて22秒で KO 負けとなりました。エンゾビッグマックマクロナリーデイヴェッド・ヘイ。WBO、WBC、世界クルーザー級王者デイビッド・ヘイと、WBO 王者のエンゾ・マカリネリが3団体統一世界クルーザー級タイトル戦を行いました。20勝 19KO1 敗のヘイと、28勝 21KO1 敗のマカリネリの英国人同士のライバル対決は、両者人気者、そして強打者ということで、地元イギリスだけでなくアメリカやヨーロッパで大いに注目された一戦でした。KO 必至の王座統一戦は、期待通り初回からスリリングな展開になりましたが、スピードに勝るヘイの右が2ラウンドから当たり出し、強烈なワンツーでふらつかせ、連打の中で右フックを叩き込み、ダウンを奪いました。マカリネには立ち上がりましたが、まっすぐ立てず、レフリーが統一世界クルーザー級の一戦に終止符を打ちました。WBA、WBC、and WBO Cruiserweight Champion of the World, the Haymaker, David Hay! Roy Jones Jr. 31戦全勝の WBC世界ライトヘビー級王者ロイ・ジョン・ジュニアが26戦全勝のモンテル・グリフィンと防衛戦を行いました。挑戦者グリフィンは王者ロイ・ジョン・ジュニア同様、アマチュア時代オリンピックに出場した経験があり、プロ入り後は名将エディ・ファッチの下で技術を磨き、ジェームズ・トニーを2度破った実力者でした。一方、王者ロイ・ジョン・ジュニアは抜群の身体能力を誇り、バスケットボールも掛け持ちでしていた時があり、 NBA からオファーがあったほどのプレイヤーでした。迎えた第9ラウンド、王者の攻撃で膝をついたグリフィンに対し、さらにパンチを2発炸裂させ、反則負けを宣告されました。マンチェル・アイス・グリフィン。ロイ・ジョーンズ・ジュニアは4ヶ月前の対戦でデビュー以来の連勝がストップしましたが、再戦では試合開始から18秒でダウンを奪い、
起き上がったグリフィンを追撃し、最後は左アッパーで仕留めました。半年前にアントニオ・ターバーから WBA、WBC、世界ライトヘビー級王座を奪ったロイ・ジョーンズ・ジュニアはアントニオ・ターバーと2004年5月に再戦いたしました。当時ロイ・ジョーンズ・ジュニアは49勝1敗の戦績で、敗れた1敗も KO した相手をダウンした後に殴ったために反則負けにされた黒星で、実質50戦全勝と無敵を誇っておりました。一方アントニオ・ターバーはこれまで21勝2敗の戦績で、硬いガードとサウスポーからのスピードある攻撃で、アマチュア時代はアトランタオリンピックで銅メダルを獲得し、世界選手権で優勝した実績を持っております。試合前、ターバーはロイ、今夜お前は言い訳を考えておけよと言い放ち、初回硬いガードでロイのスピーディーな攻撃を封じました。そして続く第2ラウンドにお互いスピードあるパンチを交換し、ターバーのサウスポーからの強烈な左フックが絶対王者の顎を捉えました。若干20歳のマイク・タイソンが WBC 世界ヘビー級王者トレバー・バービックに挑戦いたしました。当時タイソンはデビューから1年9ヶ月しか経っていないのですが、27戦全勝、25KO と怖いもの知らずの最強の強打者でした。試合はタイソンがはるかに大きな王者バービックをパワーで圧倒し、2ラウンドに連打でダウンを奪い、起き上がった王者に右のダブルで距離を作って左フックをヒットさせ、2度目のダウンを奪いました。バービックは必死に起き上がろうとしますが、リングの端から端までよろけて起き上がることができず、史上最年少の世界ヘビー級王者が誕生いたしました。
WBA、WBC 王者32歳のチュート、IBF 王者24歳のジュダーが激突しました。IBF 王者のジュダーは27勝21 KO で抜群の反応とハンドスピードが武器でスーパーと呼ばれていました。初回ベテランのチューはジュダーのスピードについていけず多くのパンチを被弾いたします。1ラウンドは何もできなかったチューですが、2ラウンドになると英雄チャベスをも TKO した剛拳をヒットさせるためプレッシャーをどんどん強めていきます。結末は突然やってきます。チューの狙いすました鋭い右の剛拳がジュダーの顎を打ち抜くのです。The Thunder from Down Under, Kostya Sulu!